UFO、ユーマ、怪奇現象、科学が進歩した現代でも解明できない不可思議な存在。果たしてそれは真実なのか、それともただの嘘なのか。オカルト界の重鎮山口敏太郎とともに3人の若者たちが徹底調査。未知の世界から真実を見つけ出す救命組織、それがトースポリサーチサークルである。未確認生物ユーマの代表格として君臨するネス湖のネッシー。まるで太古の首流れを連想させる怪物はかつて世界中に一大ムーブメントを巻き起こした。そして1974年、北海道屈斜路湖で謎の巨大生物の目撃事件が発生。日本中が大騒ぎになり、屈斜路湖に観光客が押しかけ、さらに新たな目撃情報が相次いだ。謎の巨大生物は屈斜路湖のクッシーと呼ばれるようになり、日本の未確認生物の代表的存在となった。降りるときに黒いものが泳いでるってことで大騒ぎになったんです。展望台ってどっち？多分向こう、向こう展望台。この人じゃあ見たってことですね。顔と言ってるんです。言ってる。いや言ってる。クッシーはいないんですよ。何かはいいんですよ、間違いない。さっき言ったクッシーのいる方向があっちだから。しかし最初の目撃事件から30年以上が経った今でもその存在は証明されていない。 TRC は北海道へと向かった。TRC 調査部リーダーの柴田、その類まれなる行動力で不可能を可能にする男。これまあ天気悪いですけど、まあ、絶対見つけますよ今日。かなり天気悪いですけど、逆に天気いい日に屈指が出てくるかっていう話ですよね。逆にこういう時の方が出やすい環境はもう完成されてんじゃないかと。あ、そういうデータがあるんですか。データというか、逆に。TRC 調査部、情報担当の西園こと通称オタク。アニメとインターネットに精通する男。どうですか、北海道着きましたけど。いや、寒いです。寒いのにちょっと苦手なんで。今日上着とか持ってきてないんですか。いや、これ一枚で来たんです。暖かそうですね。TRC 調査部に所属する謎の女キャサリン、その能力役割は一切不明である。今日クッシーですけど。クッシー、クッシー何？まあ、おじゃる丸のね、ツッキーだったら知ってるよ。そう。これは TRC のメンバーたちが未確認生物クッシーの謎に挑んだ全記録である。とりあえず今日はどういう調査を？とりあえず今日は、まあ、まず手鹿がってとこ の役場に。で大体役場ってほらローカルな情報が集まるじゃないですか。だからそれをちょっと情報収集というか、まあまず第一歩でした。ちょっとだんだん下火っていうの、下火っていうの、はい、観光的には見つかってほしいんですけど。見えたら、見たらやっぱり観光客増えますね。見えると思ったら、まあ、観光客増えるまあまあ、やっぱり観光客が一番見てるんですよ。で、屈指は結構町おこし的には重要なんですか。そうですね、やっぱり観光の街なんで、そういう起爆剤にはなる。そんな儲かんないですよね。いや、そうでも。嘘、儲かんの？お土産屋さんにお金持ってる。 3% ちょうだい、 3% ねえ。お前が笑えよ。実際今あれですか、街的にはクシーは
もうそんなに盛り上がってない。盛り上がってないですね。盛り上がってないです。クッシーが最後に目撃されたのは今から18年も前。仮にクッシーが実在していたとしても、すでに死んでいる可能性も考えられる。相当美味しいでしょう。美味しい。そう、あなた方も早く食べたら。いただきます。はるか昔から北海道の大自然と共に暮らしてきたアイヌの人々。彼らに伝わるクッシャロ湖の巨大蛇伝説とは。まあ、残念だけどね。残念。クッシはいないんですよ。いや、クッシはいないんです。いやでもみんなね、さんざんクッシー、あの伝説の話は。あ、そうです。なんかアイヌのね、人たちがその蛇言い伝えで、そうなの、災いが起こるみたいな。巨大な蛇の神様がいて、それはあの誰から聞いたの？なんか本で読んだの？ネットで。はい。今その話初めて聞いた。そうなんじゃない？あのね、みんなね、あの面白おかしくね、物語を作っちゃうんですよ、伝説を。ネットで見つけたアイヌの伝説はガセ。クッシーは町おこしが生んだ架空の存在だという。いやね、なぜ私はいないって断定できるか。そうですよね。そうですよね。理由があるんですよ。まずアイヌの伝説にも全くないし、それが一つで、もう一つはその私は毎日ヒメマスとかアメマスとか魚を船で釣りに行く。マルタニベなんてないでしょ。ない。当時鈴木さんたちがクッシーを目撃したのは岸から100メートルほどの地点。間違いなく鳥ではなかったと断言している。さらに別の目撃者が見た巨大な目玉、仮にいたずらだったとしても目玉が動く模型まで作れるだろうか。最近っていうかこの辺ではガイドさんがね見たって言ってたね、あのバスもね、うん、なんかでも結構最後に、はい、目撃されたとかっていうのが1997年ぐらいとかって聞いてたんですけど、2000年入ってからもじゃあ目撃されてるってことですか。うんうん、あ、そうなんですか。それは目撃されてる。あ、そうなんです。話題になってなかっただけで。そうそんなことあるんですか。目撃されてないです。公式には18年以上途絶えていたクッシーの目撃だ。しかし現地は今もクッシーが確認されていたのだ。ちなみにその見間違いだみたいなこと言われると思うんですけど、あのどうですか、どう思います、その見間違いだって言われること。実際ね、見た人でないと信用しないから。 それらしいのを見た人は信用する。あ、なるほどね。うん、だけども普通の人はそうなの、そうだろう、言うのが百聞は一見にしかずじゃないけど、そう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 、体験した人しかそれは分からないと。キグクシはクシャロ湖に、うん、いると。いる、うん、断言。ありがとうございます。何かはいい。なんで氷張ってんすかね。厚い氷に阻まれクッシーの出現ポイントに近づくことすらできないまま、メンバーの気持ちとは裏腹に刻一刻と時間だけが過ぎていく。今何分ぐらい？もう1時間ぐらいいると思う。今もうすぐ2時間。2時間、だから1人1万2000円か。2時間で1人1万2000円。何時間？だから段階でもう結構7万。どっかで割り切らないと。
この世の中にありえないことなどありえない。メンバーたちはいつの日か必ずクッシーの謎を解明すると心に誓った。